どうもアレアンです。今日はここ白木霊峰やっていきたいと思います。過去の幻影っていうミッションだな。次は3つ目のクリスタルに向かっていくってところでしょうか。この間は火山にいたのに今回は雪山ってね体壊しそうだな。わかる、山を登るのかと思うとうんざりするよね。いきなりいたわ感覚を表す言葉が見つからない。わかった、どう引くか。何それ、何かなくすのか。キッズね。なんだよ喪失感ってさバンキー、さよなら。スーバリオさんぐらいだったら別にやられることはないんだよな。まあ楽勝だよね。この柱ぶっ壊せんのなんか意味あるのかな。何も出てこないんだが。さすがに寒い、高山地帯だったね。吹雪なんかも体験できるか。ふふって何、ふふって。吹雪なんて会いたくないね。この斜面の雪危ないな。崩れそうだな。未踏法だ未踏法。さあ来いよ。終わったでしょシルバリオスターさん、楽勝だわ。よし、先に壁倒すか。終わったな、これでみんな終了でしょ。なかなかの代物だ。で、この雪どうすんだろう。攻撃とかじゃない、魔法かね。雪崩が来るわ、気をつけて。いやいきなり崩れてきたんだけど、いきなり崩れてきた。ちょっと待って、なんでなんで、攻撃したから。はい、崩れた。進める、あーいや進めるな。何かあるぞ。こっちにも道あったんだが、まあ先にせっかく見つけた雪崩の方の道行きますか。渦巻く犠牲を肥えし岩窟、何なんだろうね誰かここで死んだって言いたいのか。やるか。ジャックがいれば負けないさ。はいよ、超音波を返していきましょう。さあさようなら。もう一体も超音波やってますね。こいつは楽勝だな。もう戦い慣れた相手だ。左に相手もある。これは装備な。こっちの奥はどうなってる。お、なんだスケルトン、ダークスケルトンだって。いや弱いわ終わった、めっちゃ弱かったね。新キャラかと思ったが大したことないじゃねえか。さあエアロガで一発ダウンさせましょう。さよなら。こっちに壁あるな。これ進行方向じゃないの。さっきの道一回見に戻る。戻れなくなっちゃった宝箱かなんかあったんじゃないのか。楽勝でしょ、めっちゃ弱かったからな。はい終わり。向こうでダウンしてますね。あんたも終わりだ。もう一体いたっけ。2体いるか。何体用が一緒だ。ダークスラッシュ、はいさよなら。危なかった。いや全然危なくなかったぞ山の上に登ってくんだろうな。下側はさっきの道に繋がって。山登りが得意なのかもしれない。たとえそんな気がしても他人の感覚かもしれないから過信しないことね。経験者は語るか。泳げるつもりで水に入って溺れたことがあるの。あれにはまったな。いや完全に山道で相談してます。ダメだやばい、ここ嫌な予感する。ぐるっと回ってきちゃったいやこれ元の場所だわ。ここを右に行ったら洞窟抜けた先に戻っていくんだよ。でもこの先にまた道があるんだよな。あ崩れた。スケルトンさんですか。崩れた、ほら嫌な予感したんだわよ。失敗した、あっぷねー。結局遠回りしてる気がするが、なんかいる。敵だ、こいつ楽勝なんだよな全体的に敵が弱いダンジョンですね。これなんだろう、アイテム。上の道に戻ってくんだろうかね。通常攻撃だけでも倒せそうな気がするな。でこれがさっきの場所かな。洞窟抜けてきた先に道がつながってるんだね。ぐるっと回ってきた感じだ。結局この山の上に行くんだな。出てきたか。いきなり来ましたね。いきな
面の中からさ。やってやれ。さよなら。もうキューブか。ここで中間地点って感じかね。解放者も結構ジョブ揃ってきてるんだよな。旋風の寸鉄、これは斧系のアビリティだから今使えないでしょ。これ槍だ。アイスマッシュ、飛び上がり槍を叩きつける最属性の攻撃、これ強そうじゃない。今 R1、R2 につけてるサイクロンが微妙に使い勝手悪いので、こっちのハイスマッシュつけてみましょうか。どんな感じだろう。微妙だが、まあ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 、ないよりマシか。あんまり使うことなさそうね、どっちにしても。でかいのいるわ。痛い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 、砲弾が。やばそうだよ。まずい、かわして回復。砲弾がやばいことになってましたね。下がってるっぽい。一旦向こうのやばい、雪崩が来てる。雪崩が、まずはシルバリオスターさん終わらせましょう。雪崩に巻き込まれたな、みんな。あとはオーガさんだね。ナイスダウン。さよなら。雪崩の効果すごかったね。で、雪崩起きた壁の中からこいつが出てきたんだよな。奥に進む道はないから、この洞窟の中行けってことなんだろう。祈りに祝福されし、試練の靴。人が石になってる。魔物のせいかな。わからない。でも眠ってるような顔をしてる。素敵な夢を見ていることを祈るわ。本当だな。壁の中に人がいっぱい埋まってる。なんだここ。不気味な場所ですね。ブラッディバットさんはエアロガで終わらせようぜ。はい、さよなら。エアロガテロですね。右に道続いてますね。宝箱だ。行くぜ。はい、さようなら。結構ダメージ受けちゃった。こっちの奥が進行方向かい？でかいつらら落ちるんだろうな。だね。頭の上も注意しないと。右側何かあるな。よく戦おう。はい、超音波。はい、さようならだ。ここはアイテムだろうな。装備と、こいつはなんだろう。愚者の手記8。クリスタルについて。不安定な世界を効率よく維持するために彼らが安置した結晶体4つのクリスタル。彼らってのは誰なんだろうね。クリスタルを設置した人たちが一体誰なのか、はっきりとは分かんないんだよな。ぼやかされてる感じ。世界の持つ原初の力とも言うべき元素の力を引き出し、ダジャレかな、制御均衡を図る装置。地震や大火、洪水に嵐、それら自然の脅威を恐れ続けてきた人類にとって、その存在はまさに秩序の神のように映ったことだろう。それゆえ、聖者問わず数多の思い、感情がクリスタルに集まり、歪み、そして闇となってカオスが生まれるきっかけになることは、彼らには想像もできなかったわけだが。なんでカオスさんが生まれたのかははっきりわかんないんだよな。感情がクリスタルに集まるってどういうことなんだろうね。それっぽい雰囲気でごまかされてる気がするんだよな。よし、とりあえずエアロキャニスターをガードしてこいつにぶつけていきましょう。風だからあんまり効かないか。これで終わりだ。はい、さよなら。全体的に敵が弱めですね。特にまた風の妖精ウィンドエレメントさんがいるね。オーガさんもいるか。とりあえず超音波で倒しとこう。さよなら。おい、まあもう一体も終わらせて、今からじゃあオーガさん、マットオーガさんですね。普通のオーガさんじゃないのか。さあ後ろからバンキー回転攻撃。なんか来るな、体当たりか。すごいの来るぞ、注意。掴まれた。すごいの来た。いやでもダメージは大したことないね。ナイス。洞窟から抜けるぞ。吹雪だ。前も見えないし最悪。まさか本当に吹雪いてるとはね。まあ注意して進みましょう。薬剤の集結を夢見た銀霊っていう場所の名前だったんだが。すごい名前だな。真っ白ですね。右にも道、まっすぐも行けるが、どこ行きゃいいんだ。そこにアイテムかな。おーっと落ちた。やばい、モロモロさんだ。しかもすぐ横。先に周りのシルバリオさん倒しておきたいね。まずはモロモロさんにやるが、やばい、止められた。やっぱり邪魔だ、周りのシルバリオさんが。見えないんだよな。全然見えない。ここで戦闘させるのはなかなか手厳しいですね。さあこれはエアロがいけるんじゃないかな。行ってこい、エアロがだ。もう一発いけるか。いけ。さあこれでモロモロさん終了だ。
ちゃんと対策すれば楽勝なんだよな。ここにアイテム、これも装備だね。いやマジで行き先見えねえ、真っ白だわ。吹雪を真っ白な画面で表現するってなかなか珍しくない？あ、サボテンダーさん発見、こんにちは。エアロガの技術にしてやりましょう。もう一発ぶちかます。いやもう終わるか、楽勝だ。さようなら。これ何の機械だろう。あ、上に登れる。なるほど、ロープ代わりか。これで元の洞窟、穴落ちる前、足場が崩れる前に戻れるんだろうかな。また吹雪いてんね。あ、やっぱりそうだ、こっち戻ってくるから。いやじゃあさっきの崩れた足場の奥に行きゃいいのかな。いや右に洞窟かなんかありますね。ここの中か。足場が崩れたのはこの辺か。いや奥に洞窟あるな。なかなか大変な場所だったわ。どこかで休憩したいところね。ソフィアに賛成。怪しいことを言うね。どこかで休憩したいところだわ。どこ行くつもりだろうな。あそこにアイテムだ。崩れた足場元戻ってる気がする。違う道からやってきたのかな。こっちも洞窟あるんだよね。ここはアイテムか。いい装備なんじゃない。やばい、装備数上限だ。一旦次のキューブでアイテム預けようかね。落ちたな。やらかした。そうか、奥の方の道が崩れたわけだ。じゃあ洞窟の奥に見えてるキューブまで到着。またスキルツリー先へ進められますね。一つの境界、槍のアビリティで R13回、 R2 のアビリティを強化できる。これはいいな。与えたダメージによって HP 回復、それは助かるね。あ、なんかいるわ。ヒポグリフさん、羽生えてますね。とりあえずエアロガで様子見よう。ヒルムね、いけるだろう。一回下がってもっぱすエアロガ行くか。雪崩がまずい。雪崩くんの想定してなかったわ。さあ倒したよ。壁についてるこいつも倒そうぜ。これで扉オープンかな。よし、オッケー。雪崩で崩れちゃった。ここはどうなってんの。洞窟かなんかある。あるね。いや違うか、これ元の道だな。じゃあ扉の奥行こうか。知人の安息を捧げた。この山に着いた時の喪失感、同時に感じている。喜びって言った。喪失感と喜びの両方があることを思うと、何かを殴った男の姿が浮かんでくる。俺の記憶ではないことを。自分を掘り下げるのはおやめなさい。嫌なもの見ちゃうから。洞窟で一体何の話をしてるんだよ。敵と戦いなよ。さてまた道が分かれてんな。左側にモンスター、まっすぐ行ったらまた道が分かれてる。いや左手のモンスターの方行くか。まずはここかな。じゃあ終わらせましょう。なんかいるね。あ、スケルトンさん、どっから生まれたよ。まだ奥に道は続いてるんだよな。そこにモルボロさんいるね。先に手前のスケルトンさんたちに倒したらいいんだろうな。はい、さよなら。でだ、動き出しちゃったかな、モルボロさん。動かないわ。あいつまでもエアロガで、なんだろう、不思議な装置で塞がれてますね。嫌な感じ。なんだこれは。緑色と赤色と青色の装置を起動してこいってことかな。こっちは進行方向だけど、ギミックを解除しないと先へ行けないってことだろうかね。まずは左側見に行くか。さっきの岩と同じ色をしている。じゃあ調べよう。ああ、こいつでマシンを起動しろってことなんだろうな。はい、さよなら。これで装置は起動したか。何も変わりがなさそうだな。これでいいのかね。見た感じ何の変化も見られないんだが。こっちにもあるんだよな。こいつも痛い、吹っ飛ばされた。やだね、シルバリオさんだ。いけ、一気に終わらせたい。まだだ。終わりでしょう。やばい、シルバリオさん邪魔すんじゃねえ。よし終わりだ。ここは青色。もう一つ道あったよな、こっちだよな。あるね、そこに。行け、終わりだろ。はい、さようなら。これで緑色だ。崩れる音がしたな。崩れてなくなったわ。え、そんな簡単に。こっちは多分進行方向なんだろうな。
さっきの分岐の方も一回行ってみるか。道がいろんなところに分岐してますね。厄介だな。ブラッディバットさんが出てきた穴にはアイテム装備ね。これもアイテムかな。いったアイテム拾ってる時に後ろからやめてくれ。ここはぐるっと回ってるだけだよね。右もありますね。いや迷いそう。どこだよ。あーでも通った跡があるな。ということはこっち行ってさらに右奥か。こっち側はどこだ。これ洞窟の入り口だむず。どう繋がってんだここ。まあだからどこから回っていっても最終的にさっきの3色の壁にたどり着くってこった。この崩れた壁の向こう側行けってことだよな。開けましょう。オープンだ。ということはそろそろボス戦ってことですかね。奥にもう一つ扉だ。来たな。なんだこいつ、ドラゴンか。ゾンビっぽいですね。ドラゴンゾンビかな。これは余計なことだろうが。それなら言うな。言わせてくれ。こいつは手強い。最後まで気を抜くな。そんなこと言わなくても分かってんだよ余計なこと言ってんじゃねえ。戦うぞ。さあまずは動き見ないとね。噛みつき、あ頭狙えますね。突進、それはまずい。返して、やばい。スパイクテイル、なるほど。足元に毒沼を設置してくるわけが。嫌な感じですねこれ。痛い、引かれた。ダメージ結構半端じゃねえ。ポイズンブレスはガードできる。いけるな。戦いにくいね、確かにね。突進がかわしにくい。突進がかわしにくいな。スパイクテールは離れてかわして、さあまた顔に攻撃。いけ、エアリアルブレイク。やばい、デッドプレス、ダメージすげえな。またそれだ。毒沼を踏んだら継続ダメージなんだろうね。はい、ガード。いけ、エアリアルブレイクだ。よし、突進来そう。来ますよね。これで少し楽に動ける。毒の肉が飛び散らなくなった。顔攻撃したからか。デッドプレスかわして、やべえ。頭は破壊済みってことかな。あとは体の方に攻撃、やばい。いや結構ゴリ押してやっちゃってんな。はい、止めて、ナイス、ダウンだ。第一形態終了。ナイス、尻尾破壊だ。沈んでく。復活しやがったなんだ、羽があるな。やっぱ僕のプレスが。それなんだ。なるほどね、岩投げてくる。こいつ瞬間移動か。毒でやられたわ回復する間がなかった。地面の中に潜ってまた出てくるんだな。まあでも大体覚えたね。厄介だねこいつ。ダメだ、死んだ。痛い、マジかよ。目の前に来やがった毒の継続ダメージが意外に厄介っすね。離れて、よし、さあ行くぜ。また毒だ。毒食らうの結構一瞬なんだよな。いやこれは遠距離からエアロガとかで攻撃してる方が間違いないんじゃないのか。めっちゃ削れますね。エアロガは正解かもしれん。痛い、死ぬ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 。無理は禁物だぞ。ポイズンブレスはガードして、ここでエアロガを貯める。顔が戻ったら一発。こっちの方が確実にダメージ与えられてんな。さあ MP がなくなったからそろそろ行きますか。デッドプレスはかわして、ついていけ。よし、第一形態終了。結構ポーション使ったけどな さあこっからだよ。体を失ってもなお生きようとする。
まずは周りに合わせて、こっち来るね。逃げろ。ポイズンプレスはガード。みんなにも攻撃してもらって、私はここからエアロガで攻撃していく。周りの腕をぶっ飛ばしたいな。これいいんじゃない、遠距離から攻撃するのありかもね。消えたわ。さあ走れ、逃げろ。隠れたぞ。どっかから出てくるのか。ポイズンプレスか、ガードだ。これはいけそうだな。エアロガ作戦大成功ですね。楽勝だった。さあ終わりにしようぜ。なんでわざわざそれで攻撃する必要が。ナイスだ、倒した。トロフィーゲット、幻影の記憶。雪山の番人って感じかな。また黒い霧だ。やっぱりこの黄金の野原の記憶なんだよね。よろしくお願いします。ここはどこなんだろう。また一緒ですね。嬉しいです。光栄です。あなたと一緒なんて光栄です。よろしくな。よろしくお願いします。希望が叶いました。よろしくお願いします。光栄です。よろしくお願いします。嬉しい。消えてしまえ。ジャックさんの記憶なんだろうな。ありがとうジャック、助かったよ。気にするな、忘れろ。たくさんのストレンジャーたちのリーダーかなんかだったんだろうかな。これまで周回してきた時空の記憶というところでしょうか。一体ジャックさんはどういう人なんだろうね。記憶を失ってるだけで、これまでに周回した時間の中で何かがあったことは間違いないよな。さあってことでクリアしました。次は土の追憶、土のカオスさんだからリッチさんかね。アースの洞窟へ行くことができるようになったから、次回はここやっていきたいと思います。ジャックさんっていう人物の謎が深まるばかりだが、リッチさんをぶち倒せばもう少し記憶が鮮明になるかな。3つ目のクリスタルを解放するのが楽しみなところですが、今回はこの辺で。また次の動画でお会いしましょう。